4月6日から開催したリラックスマッサージ週間では、さまざまなセルフマッサージを皆さんと一緒に楽しみました。今回はその中からほっとしたい時におすすめのマッサージをご紹介いたします。ゆったりと自分の手のひらで触れるマッサージにより神経繊維を刺激し、心が穏やかになり、心身のバランスが整う効果が期待できます。免疫力が気になる時にもおすすめのマッサージです。ゆっくりとご自身をいたわるように優しくマッサージをして、ほっとする時間を楽しみましょう。それではスタートします。まずは首の後ろ側を伸ばしていきましょう。腕と肩の力を抜いてリラックスします。背筋をスーッと伸ばして、顎を少し引いて、伸ばした背筋の上に頭をポンと乗せるようなイメージで姿勢を正していきましょう。では頭の後ろで手を組みます。手の重さを使って首を前に倒して伸ばしていきましょう。ゆっくり目を閉じて、一度息を吐いて、吸って吐きながら首を前にゆっくり倒します。気持ちのいいところでキープ。呼吸を続けていきましょう。では次の吸う息、ゆっくり頭を起こして、吐いて手をほどいて、ゆっくり目を開けます。では続いて首の側面と肩を伸ばしていきます。左手背中に回して、右手は頭、姿勢を正して、一度息を吐いて、吸って吐きながら頭右に傾けて、そこでキープ。気持ちいいところでゆっくり目を閉じて、自然な呼吸繰り返していきます。首から肩にかけて気持ちよく伸びているのを感じながら、吐く息ごとに伸びを深めていきましょう。では次の吸う息、ゆっくり頭戻して、吐いて手は膝の上、ゆっくり目を開けます。では反対側に移ります。右手背中に回して、左手は頭、姿勢を正して、一度息を吐いて、吸って吐きながら頭左に傾けて、気持ちいいところで目を閉じます。頭を少し後ろや前に傾けてみたり、肩甲骨を寄せるイメージで肩を動かしてみたり、自分が気持ちのいいと思うところを探しながら
首と肩の凝り固まったところに新鮮な酸素を送っていきましょう。では次の吸う息、ゆっくり頭戻して、吐いて手は膝の上、ゆっくり目を開けましょう。ではまずは手をこすって温めていきます。鎖骨の下から胸の上までの範囲をゆっくり深呼吸しながらマッサージしていきます。深呼吸は息を吸うときにお腹を膨らませて、吐くときにお腹をへこませる腹式呼吸を意識すると副交感神経が優位になり、より体がリラックスしやすくなるので、ぜひやってみてください。では手が温まってきたら手を止めて、温かくなった両手を胸の上にふんわりと重ねておきます。暖かさ感じたら、ゆっくり好きな方向に円を描きながら手を動かしていきましょう。力が入りすぎていないか、入りすぎたらふわーっと手の力を抜いて、ゆっくりと気持ちのいい速さで優しく触れていきましょう。不安な時、イライラする時、人は誰かに触れられるだけで心が落ち着き安心できる生き物です。もちろんご自身で優しく触れるだけでも同じような効果が得られます。気分を落ち着けたいとき、リラックスしたいときにおすすめのマッサージです。ゆっくり手を止めて、目を開けて楽な姿勢に戻ります。続いて足のマッサージ。楽な姿勢で座ってください。温めた右手をふんわりと太ももの上に置いて、太ももの外側、膝の手前、太ももの上、付け根へと大きくゆっくり
優しく円を描いていきます。ではやっていきましょう。目を閉じてゆっくり深呼吸しながら、太ももの外側から膝の手前を通って、ももの上を上がり、足の付け根へぐるっとゆっくり円を描いていきましょう。手の温かさをふわっと感じながら、自己肯定感を高めて落ち着きを得ることができるマッサージです。力が入りすぎたら、またふわっと触るだけに戻してあげて、気持ちよく自分を癒してあげる時間を感じていきます。右手をゆっくり止めて、反対側も同じように行います。左手、太ももの外側から膝の手前、ももの上を通って足の付け根、ぐるっとゆっくり同じように円を描いていきます。不安なこと、気になること、頭に浮かんださまざまなことはそっと横に置いておいて、今はこの心地のいい感覚にただただ身を委ねていきましょう。ではゆっくり手を止めて、そのまま大きく3回深呼吸をします。鼻から吸って、吐いて、もう一度吸って、吐いて、大きく吸って、吐いて、はい。ではゆっくりと目を開けて、お疲れ様でした。もっといろいろなマッサージを知りたい。ゆっくりと
教えてもらいながら自分でマッサージをしてみたいという方は、コンシェルジュまでお気軽にご連絡ください。テレビ電話を使って映像付きで分かりやすくご案内いたします。タブレットにある電話のボタンを押し、コンシェルジュと通話を選択、発信するを押すだけで簡単におつなぎすることができます。受付時間は平日午前10時から午後4時までです。皆様からのお電話お待ちしております。